はい、こんにちは、カズマです。ファイナルファンタジー2続けやっていきたいと思います。前回ね、このフィンジョを、攻略してね、解放しました。それでね、アルテマの本とかね、ミシディアっていう血とかね、なんか隠し扉があるだの、ないだの、な話聞いたので、で、フィンの街をね、解放したので、お兄ちゃんたちが親玉をやっつけたんだね、すごいや。あんな大して強くはないんだけどね、あなた方がいなかったらフィンは取り戻せなかったよ。ちょっと回ってみっか、いろいろ。ここ解放して、回ってないので、まだね。お、これか、ポール。お、尋ねる。仮面。尋ねる。テクベト。フィン城の隠し扉のことはよく知ってるぜ。参考までにさ、中に何が入ってるのか教えてくれねえかな。白い仮面、値打ちもんじゃなさそうだな。俺には興味ないね。よし、教えてやろう。大広間の右上の隅だ。しかし、お前も物好きなやつだな。大広間の右上の隅だって、鏡って何なんだ、あれ。テクメト なんたらエロニス。ああ、ちょっと装備品とかもさすがにここまで来たらいいのってんじゃないのみたいな。ああ、黄金装備か。巨人。ああ、なんと大したことないな。巨人の兜。え、なんてなかったっけこれ。あがんだね、一応ね。素手がめちゃくちゃ強い方々だからね。ウェアバスター、トライデント、ウィングソード。お、いいね。ちょっと待って、これ1本。他の人も装備できるよね。お、あー、そっか。よしよしよし。トライデント持ってんだ。これなくなるなんてねえと思うけどね。2本あれば両手装備できるから、とりあえず。落っこってと思うけど、いいやもん。最強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 。黄金の鎧だと、あ、ナイトの鎧、ちょっと待って。これ1個しかないから、違うのにしたい。これ服とかだと素早さ上がるよね。いいのを入れて。なんでナイト外れたん？ところで。準備いいね。ああ、生きているうちにこの町に帰ってこられるとは思ってもおらんかった。感謝せよ。魔法は？魔法売ってるよね。お、デスペルミニマム、フォーグ、スロー。フォーグってなんだっけ？忘れる状態にする。ミニマム、デスペル。デスペルは買っとくか。全部買っといていいんだけど。それでケアルね、買っといた方がいいよね。レイラが持ってないんだ。一個で出てくるなって話だけどね。城の中って言ったよね。多分敵とかいんのかな。両手ウィングソードだった。でもウィングソード強いから、斧とか全然売ってないよね。そういえば装備したいんだけど、素手がね一番強くなるぐらい何も売ってないので。ここにあったっけ。親がないぞ。アルテアにあんのか。なるべく敵当たらないようにいけるのに、ちょっと道外した瞬間出てくるとやっぱりひどいよ。じゃあフィンだ、ね、そうだね。ミシリアに行けって言ったんで、今回そこまで行ければいいかなと思うんだけど、なんかいたんだっけな。もういいね。
ったあった。ここにケアル売ってるんで、まあ、後に入る人とかもいるから。これをレイラに、とりあえず覚えさせよう。ケアルは？あ、あったあった。デスペ。あれ？あ、覚えてたの？もしかして。なんだよ。もう何覚えてるかわかんねえよ。覚えてたわ。せっかく買ったの。いや、こんなもんでいいや。まあ、ケアルだけ持っときゃよかったんだね。よし、じゃあ、フィン行きます。まあ、どっちにしまったら手に入るからね、敵出てくるし。あの、消えた敵も遠いけどね、あそこ行けばいるんで。まあ、この先もいるだろうけどね、普通に。2階の右上の隅って言ったよね。魔法レベルとかもね、いっぱい上げとけばいいの。ここら辺で上げればいいのかな。そしたら、MP とかも上がるだろうし。まあいいや、後でいいや。後でちょっと、だいぶ、裏作業すると思う、それは。もうこの魔法をずっと使い続けて、何時間もやってここまで上げました。だ例えば3時間ぐらいやったとしたら、1個の動画ってだいたい30分ぐらいじゃないですか。だから6パート分もずっと同じ魔法を使ってる動画なんか見たくないですよね。海？なんか玉座なんつったっけ？え？2階の隅つったよね。4階だっけ？あ！え？壁に穴がある隠し扉だ。ああ、なるほど。ああ、はははは。4階か。2階、誰が2階なんだ？これも、そっかそっか、こうなるのか。あんなの、ひどいわ。ああ、敵いそう。あ、いるね。本当にこれ系勘弁して、ゾンビ系は。あ、寝とけよかった。エースはそうでもないけどね、ネビランとかやっぱ邪魔だよ。あんま HP 上げすぎるとやっぱ食らうよ。だから本当にこの倍ぐらいだったら1000近く食らうってことで。で、回復が全然間に合わなくてって話になるから、上げなくちゃいけないんだけど、そうすると今度 MP も上げなくちゃないから、ね。やっぱ手っ取り早く戦闘を荒らしたいタイプの人間の自分なんで、あんま魔法使うの面倒なんでね。なるべくアイテムで回復とかそういう話になってくんだけど、自分の場合いつも。こんなんある手もあれば、一層なんだけど。そういうのを使いまくって、MP もそれで上げた方がいいかな。上攻撃したらね、空気読めない人だからね。しばらく素手でいいよね。お、ナイフ、え？ナイフって。マジか。レーダーあげとくか。さすがに使っておかないと。あんまり使ってないね。いやー、こんな弱いんだ、最初って。あ、そりゃそうだよ。せめて3ぐらいにしとかないとね。ここ、あ、ここからスタートか。じゃあ、したいって正解だったのかな。
とうとう木になってしまったか。絶大な回復力だけどね。 MP 戦闘中に減らさないと意味ない。アンデトだから効くと思うんだけど、いけるこれ一撃で。ガストあたりいけっかもね。そうだね、そのやり方あんねん。いや、せめて前倒してレベルアップとか一つ。うわ、わバーストマジかよ。あれ、これ早いんだけど、レベルアップあっち早いよね。素早さが上がってないってことだよね。あ、いいや。でも翼上がるって多分これだよね。服とかね。まあ変なの出てこなければ、まあ、事故死はしないと思いますけど。素早さ上げないんですかとか言われるかもしれないけど、素早さ上げ方知らないだけだからね。そこまで詳しくないんでね。で、取りだめしてるんで、多分ね、返答いただいたとしてももうだいぶ先まで進んでる可能性あるんでね、自分の場合。それだけは一応言っときますね。よく考えたらこのグレインって初だね。ノーだよ。パラサイト、MP 上げてくれるね。なんか嫌な予感すんな。これ出てくるってことは、なんかあの闘技場の地下にいたやつら出てくんじゃないの。あの全滅フラグのやつら、ちょっとセーブしとこう。お、いいね、 MP 上がったね。こんな感じでね、上げていくしかないよね。臨場ここをセーブしとこうか。コラム。
お、なんだこれ。チェンジャー。うわ。え、待て待て。お、これ SP と MP チェンジするんだっけ。欲しいよな、本当に。何やっていくか。おー、どうやってそんな攻撃力あるんだろう。食らってみたいってのあるけど、食らってね、とんでもない効果でね、またその後やられたらね、あーやめてーってなるよね。まあ戦闘中一つの区切りとしてここで回復使ってもいいかな。なんか普通に売ってるやつばっか起こってるけどね、なんかいいの一個あったりするかもしれないね。ところで、あー、どっちだ、これなんかありそう、あるか、ない。MP 上げるのにやっぱいいよね。なんだ、カマキリが出てきた。え、待って待って、これ吸収するやつやね。違うか、よかった。なんかそんなん痛いなき すげえ強いの。これ見て思い出した、これの、え、インセクトキラーだっけ、なんかそんなようないたと思うんだけど。あ、硬い。まずいな。MP で攻めてきたと思ったら今度こっちか。まあ今回これ一パートになっちゃったね、やっぱりね。さて。
落ちだ。まあ、ファイナルファンタジーをね、全部ね、実況するんであれば、1と2はちょっとした鬼門だよね。1はそんでもないんだけど、2だよな、問題な。見てわかる通り、こういうゲームなんで。3はまだ割かしロープレ感はあるんだけどね。4に至っては、DS 版のリメイクはね、ボイス入ってますんで、だからそれもやりたいなとは思うんだけどね。そのうち。本当に だからこういうの見てよくわかると思うんですけど、結構 RPG ゲーム自分配信してるじゃないですか。もうほとんどもう9割ぐらい多分 RPG だと思うんですけど、好きだからね。だからもうね、他のレベル上げとか苦じゃないんですかとかね、ドラクエ9とかもそうだけど、まあ別にそこまでね、なんだろう、もう当たり前だと思ってるからね、それはね。RPG において、なんかもうね、それは、それで、みたいな。まあ好きなもんやってんでね、例えばこの素手じゃなくてね、他でやってみたいとかね、素手は強いけど、まあ斧でやりたいけど、あんまね、大して強くないから今ね、武器が。まあそういうのもあるんだろうし。よく言われるのがマイクラとか伸びるからやった方がいいですよって言われるんだけど、あんまり興味がないからね多分苦なんですよ、自分やったら。面白いのはだってテラリアとかねやってたんでね、わかるんですけど、どうしてもやりてえっていうのはちょっとないんで、やったところで今更ついていけないっていうのもあるしね。ただすごい成長するのを見守ってくださるんでしたらね、いいですけど、多分こうした方がいい、ああした方がいいって言われるの目に見えてるから、まあやんないっていう。やっぱ賢者のやっぱパンチだよな素で強いよな。まあ、おすすめ素手だね。あ、これ宝あんな。炎の盾って結構いいよね、多分。今回ここをちょっと攻略しちゃいたいので、まあ、なんだかんだアルテア、アルテア行ったっけ？フェアル取りに行ったからね。ウィングソード売ってたのはちょっと美味しいね。やっぱ両手買っといて正解だよね。ここボスいたんだっけ？そういや。前回、なんで？お！なんで奥の階層行くと、ちょっと弱くなるんだ、敵が。オーガメージなんか大したことないね。なんでこれゾンビ系が早いんだろう。さてどっちだ。ほっ、あらま、頭のタイマーに出てきちゃった。で、なんだかんだね、鬼畜っぽいゲームだけどね好きなんですよね。面白いよね。
変なん出てきたらいきなり全滅フラグなんで、まあ緊迫感はあっていいかなとは思うんで。アルマタイムあんま剣取んなかったよね。打撃系とかなんかそんなんだよね。打撃とかメイスとか。こんなダメージ取んない。素手はね、あの右左ってのがね、まあ、ないって言えばいいのかな。剣だったら2回当たるけど、両手装備したら。素手の場合2回当たんないからね、その代わり、ダメージがでかいから、あ、力のせい。うん。スペクターはちょっと怖いな。やっぱね、そんぐらいいくよね。冬疲れてこんなん出てくる。うわぁ。レースはそうでもない。こういう時 MP 稼ぎたいね。うわ、結構食らうな。あっちの方が早いっすよ、どうせ。あ、上がんなかったか。ちょっと怖いな、セーブしとこう。まあ、やり込んだりしてね。もう、隅から隅まで分かったような人だったらね、ここで何すればいいとか頭入ってるでしょうけどね。そこまでやってないんで、これ。ファミコン版、プレステ版やって、これ3回目かな。でもなんかちょこっとやった気がするけど。リメイクはちょっと違うよね。ああ、もう後ろからうぜえな、遠隔攻撃。だからエリクサーとか売ってますけど、全部回復するけどね、HP、MP。使いどころってありますよね。だいぶ使って、底上げしてからやっぱ使った方がね、お得ですよね。使うんだったらもう本当に MP もゼロまで引っ張って、HP もね、ギリギリまで引っ張ったから使うような。感じかな。一発逆転の、まあ、レベル上げの一発逆転みたいなね。フルニュー上げか。すぐなくなる。嫌でも上がるでしょ、HP。もう30分超えちゃったな、動画。こんな長いと思わなかった。
裏切りの牙だって。なんかの効果あるのかな。まだあんの。コンフィと同じ効果。あ、行き止まりだ。真ん中の通路か右上か、その今の上か、どっちかで。これ片手で倒してくれんだったら、もう片手違うのに当たってくれればいいのに。おお、オリハルコ神の金属。あ、なんだこれ、ゴーキマイラとかそんな違う。ほらまあ当たるわ、大体。まあそんなもんですよ。まあいるとすればあとドルムキマイラとかそんなだと思いますけど。まあちょっとカットしますね。左側はね、何もなかったですね。ここ多分どっかだろう。あ、左の4つ全部外れでした。お、これ多分どっかなんか取り忘れあったもんね。まあまた回ってみますけど。とりあえず時間なかったんで、まあ攻略としてね。ただ道中になんか物落っこってる可能性は普通にありますね。オリハルコンとか、もうまあそうだもんね。もっといいものあるかもしれないし。お、白い亀。これを持っていくって言ったね。あ、結構もう近かったんだね。じゃあ今回ここまでですね。これ、ワークゾーンか、これ。あ、だわ。どうすかな。とりあえずね、なんもないと思うけど、とりあえずはね。とりあえずって何回言ってんだ。出たら外出んのかな。何もイベントがなければ。あ、そうだね。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。おそらく、あ、まあ、さっきのとこちょっとまたセーブしてね、してたんで、あそこまでもちょっと戻りますけど、まあ裏でなんか手に入れたらね、こんなんありましたって感じで紹介すると思いますので、まあ字幕になんかあれば書いておきますんでね。よろしくお願いします。はい。ということで、長らくお疲れ様です。ボスいなかったね。だけど、まあね、結構強くなったね、こっちもね。もっと強くしなくちゃいけないんで、まあ頑張ってやっていきたいと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターをなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。